開かずの心の授業。この番組は上田情報ビジネス専門学校上ジョビの提供でお送りいたします。起立お願いします。お願いします。お願いします。こんばんは、日田和子と平井和孝です。先日島根県の益田で白石浩二郎さんと私のコラボ講演会があったんです。会場には500人近いお客さんが集まって、それはもう大盛況だったんです。講演の後には対談もあって、またこの対談が盛り上がったんです。でももっと盛り上がったのはその後の懇親会です。白石さんの本当に面白くてためになるお話は大体懇親会で出てくるんです。ただとても講演とかで話せないような際どい話もあるので、なかなかラジオでも話せないのですが、今日はですね、一つだけその時のお話をしようと思うんです。白石さんってゴルフがとても上手なんです。白石さんも言ってますからね、僕はヨットよりもよっぽどゴルフの方が才能があるって。以前テレビの企画で石川遼君と一緒にゴルフやったそうです。そしたら練習なんてしてないのに遼君より飛ばすんですって。その白石さんが今年の3月にある有名女子プロゴルファーの方とテレビ番組に出たそうです。この方、名前を聞けば誰でも知ってる本当有名な方なんですが、仮に A さんとしましょう。この A さん、ここ3年ほど優勝できていないんです。ところが白石さんと番組に出演した直後、そのチャンスがやってくるんです。大会最終日、最終ホール2位の選手と2打差で首位なんです。2打差ですから普通にやっておけば間違いなく優勝です。ところが5メートルのバーディーパットを相手が決めて1打差に迫ってきます。それでも A さん、1メートルのパーパットを決めれば優勝という場面で、プロゴルファーにとって1メートルのパットというのは決して難しいパットではないですよね。ところが A さん、そのパットを外してしまいます。そしてプレーオフ、A さんは池にボールを落としてしまって負けてしまいました。数年ぶりの優勝がなくなったんです。その直後に白石さん、 A さんと電話で話したそうです。その時に白石さん、なんて言ったと思います？なんであのパットわざわざ外したんだって言ったそうです。普通そんなこと言います？うわー、時間です。続きは来週です。お楽しみに。ひらかずの心の授業。この番組は上田情報ビジネス専門学校上ジョビの提供でお送りいたしました。